ご来場の皆さん、ここで初の伊賀市でのホームゲーム開催を記念しまして、試合会場である伊賀市市長岡本栄様よりご挨拶いただきます。それでは岡本様、よろしくお願いいたします。皆さん改めてこんにちは。初夏のこの爽やかな日差しの中、こうして皆さん方をお迎えする、そしてこのスタンドがこんなにもたくさんのサポーターの皆さんでいっぱいになる、このコロナ禍と言われて久しい中でですね、本当に何か心躍る、そして心流行る気持ちがいたします。こうして2022年の公式戦鈴鹿ポイントゲッターズベルスパー大分の対戦がこの市営のスタジアムでできることを本当に嬉しくありがたく思っています。そして何よりもこのゲームを開催していただくことができた、そんな努力をしていただいた主催者の皆さん、そしてチームの皆さん、そしてサポーターの皆さんに改めて感謝を申し上げたいなというふうに思うところであります。まあ、私も、このピッチの上でですね、カズさんやあるいは武田さんとですね、同じところに立てるとは夢にも思っていませんでしたので、まあ、一緒の中で大変貴重なチャンスをいただいたことにも感激をしているところであります。さて、まあ、伊賀はですね、大変に秘蔵の国と東堂高虎が言ったように素晴らしいところです。ゲームが終わった後、勝敗にかかわらず、またこの伊賀の上野でですね、美味しいお米が美味しいんです。牛もごめんなさい、松坂の人いたらごめんなさい、神戸の人いたらごめんなさい、伊賀牛はとても美味しいんです。そして美味しい勝利の祝杯をあげていくお酒も美味しいというふうに思います。町も忍者であふれているかと思います。またそんな楽しみを、味わっていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。頑張ってください。岡本様、ありがとうございました。さあ、ご来場の皆さん、三重県伊賀市の上野運動公園競技場です。第24回 JFL 日本フットボールリーグ第9節鈴鹿ポイントゲッターズ対ベルスパ大分の一戦をライブ配信でお送りします。鈴鹿ポイントゲッターズにとって JFL ホームでの一戦、伊賀市での初開催ということになります。そしてこの一戦配信の解説は元なでしこジャパンでここ上野運動公園競技場ホームに戦う女子サッカー伊賀 FC くのいち三重で2016年までプレーし、現在は U15 の監督を務める那須舞子さん、さらに現在も伊賀 FC くのいち三重でプレーする佐久間小鳥キャプテンです。お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずはキャプテンの佐久間さん、はい、普段ここ上野運動公園競技場でプレーしているわけですけれども、鈴鹿が初めてここ伊賀で試合をするということになるわけですが、どんな心境でいらっしゃいますか？いや、すごい楽しみな一戦になるかなと思います。はい、やっぱりこう鈴鹿で普段試合をされている中で、やっぱこう自分たちの、ホームである伊賀で試合をしてくれるということで、すごい楽しみにしたいと思います。はい、そしてかつてなでしこジャパン、さらにくのいちでプレーした那須さんは今日どんな試合を期待しますか？
勝てばね順位が入れ替わるという大事な試合でもあると思うので、はい、アグレッシブにゴールに向かう攻撃的なサッカーを期待したいです。それと那須さん、やはり男子サッカーがここ伊賀で行われる、普段女子サッカーくのいちの皆さんがサポーターの皆さんの前でプレーをするわけですけれども、はい、女子サッカーへの影響もありますかね。いや、そうですね、こんなにもたくさんの方々がね、はい、スタンドを埋め尽くしてくれてるっていうのは普段なかなかくのいちの試合では見ることができないので、これを機にサッカーに興味を持っていただいて、はい、くのいちの試合でもぜひこのたくさんの観客の方に見に来てもらいたいです。そうですね。さてリーグでは結果に苦しんでいる鈴鹿ポイントゲッターズ、ここまで3勝3敗1分け、勝ち点10で現在12位につけています。その鈴鹿の先発メンバーを紹介してまいります。ゴールキーパー31番の池松、ディフェンス3番の今井、4番の平井で、15番の菊島、20番の中村俊樹、中盤6番の上田、7番の中里、10番キャプテンの橋本、そして17番の中村健人、19番の三宅、そしてフォワード41番の栗田マークアジェが入っています。続いてサブのメンバーです。ご覧の選手が入っています。キングカズこと三浦知良は天皇杯の1回戦に続いて今日もメンバー外、コンディション調整が続いています。メンバー外になったのは今季リーグ戦では今日が初めてということになります。率いるのはその兄三浦康俊監督です。鈴鹿ポイントゲッターズです。続いてアウェー、勝ち点11、現在10位につけるベルスパ大分の先発メンバーを紹介してまいります。ゴールキーパー20番の渡辺、ディフェンス2番の中村優太、3番浦島、5番の本田、6番の土田、中盤7番の中野、そして8番の篠原、10番の矢部内、13番の吉田、17番の藤本、そしてフォワード33番の前田が入っています。ベルスパの控えメンバーです。ご覧の選手が入っています。さて佐久間さん、はい、三浦知良が今日はメンバーには入っていないということになったわけですけれども、いやー、そうですね、ちょっと楽しみにしていたのでちょっと残念ではあるんですけれども、まあでもすごい試合自体は楽しみなので、はいはい、この試合を楽しみたいなと思います。そうですね、はい、ちなみに日本時間の明日ですけれども、午前4時にUEFAチャンピオンズリーグの決勝、世界が注目するレアルマドリードとリバプールの一戦がパリで行われます。はい、レアルで活躍するベテラン、クロアチア代表のルカ・モドリッチが現在36歳、いつまでプレーを続けるのかというインタビューに、50歳までだと、日本の三浦のようになりたいというコメントを残しているわけですけれども、はい、すごいことですよね。いやー、すごいですね、本当に、もう本当に世界的な選手からこう名前を呼んでいただけるっていうのは本当にすごい選手なんだなっていうのは感じました。そうですね、那須さん、そのあたりはやはりものすごい影響力ですよね。そうですね、その素晴らしい選手がこの三重県に来てくれたっていうことが本当に嬉しいですね。はい、カズ自身は世界トップクラスの選手が名前を挙げてくれるだけでも光栄、励みになりますというそんな話をしています。コンディション調整が続いていて、今日はメンバー外ということになる鈴鹿ポイントゲッターズの三浦知良ということになります。まもなく選手が入場してこようというところですが、ちなみにお二人、その中で行われる今日のゲーム、注目の選手を伺っていきます。まず佐久間さん、いかがですか。はい、10番キャプテンの橋本選手に注目したいと思います。ほう、まあ、自分も普段、チームでキャプテンをしていて、まあ、背番号も、一緒なので、はい、まあ、で中盤の選手ですし、はい、すごい注目をしていきたいなと思います。なるほど。そして那須さんはいかがでしょうか。私は7番の中里選手に注目したいですね。はい、鈴鹿の攻撃、ここから始まるっていうような印象があるので、はい、そこの配球の部分であったりっていうところを今日は注目したいと思います。まさにその今那須さんがおっしゃった7番の中里のゲームメイク、そして佐久間さんのおっしゃったキャプテン10番の橋本、この2人によるゲームを作っていく力、非常に大事になってきますよね。はい、そうですね。あと三宅選手のスピードっていうところにも注目したいなっていうふうに思いますね。なるほど、はい、リーグ戦では今季4ゴールをここまでマークをしています。チームで最もゴールを挙げているのが19番の三宅。さあ鈴鹿ポイントゲッターズ、ベルスパ大分との一戦、
伊賀市にあります上野運動公園で初めて開催する JFL ホームでの一戦です。選手がすでに整列しているという状況。さあ初の JFL ホーム戦、伊賀市での開催、そのピッチに入っていこうという鈴鹿ポイントゲッターズの面々です。佐久間さん、注目のキャプテン10番の橋本先頭に今選手たちが入場しています。ベルスパ大分とは昨シーズンホームとアウェーどちらも敗れているという鈴鹿です。アウェーでは1対2、そしてホームでは0対2で敗れている鈴鹿ポイントゲッターズ。ベルスパ大分は現在リーグの10位、勝ち点は11、鈴鹿とのそのポイント差は1という中で、今日鈴鹿がベルスパに勝てばその順位が入れ替わるということになります。さて今日のマッチデイスポンサーは船谷ホールディングスグループです。船谷ホールディングスグループデーを記念してこれからキックインセレモニーが行われます。キッカーは伊賀市の岡本栄市長、そしてサッカー元日本代表の武田信弘さんです。それではよろしくお願いいたします。今2人同時にピッチにボールが蹴り込まれました。武田様ありがとうございました。さあいよいよ伊賀市でのホームでの一戦、ベルスパ大分との試合がキックオフを迎えます。那須さん、はい、改めてでこの鈴鹿ポイントゲッターズとベルスパ大分との一戦、どのあたりを注目していきますか。そうですね、まあ、その立ち上がりのところでお互いがどういうふうに出るかっていうところをまずは見て、はい、その中でその中盤中里選手であったり橋本選手がゲームをどう展開していくかっていうところを、はい、まずは見てみたいなと思います。なるほど。佐久間さん、はい、佐久間さんは伊賀 FC 久野市の今キャプテンを務めていらっしゃるわけですけれども、はい、あの今シーズン7勝1敗1分け、現在2位という位置につけている久野市です、はい、あのしかも連勝を収めているというところ、やはりその勝って勢いをつけるというところは大事ですよね。いや本当に大事ですね、うん、やっぱりこう勝つことによってやっぱチームも勢いに乗りますし、はい、やっぱりその勝ち続けるっていうことで、まあ、なかなか簡単なことではないですけど、はい、やっぱりそれがこうチームにとってプラスになりますし、はい、まあ、その順位を上にどんどん上げる上にも大事かなと思います、はい、12時30分現在の気象です。天候晴れ、気温が 26.2 度、湿度 43%、 風が西の風 6.2 メートルという今日コンディションとなっています。結構強い風吹いてますね。これは那須さん、明らかにゲームに影響があるほどの強さですかね。そうですね、かなり強いかなと思います、はい、またピッチレベルで感じるのと、ね、違うかなっていうふうに思うんですけど、はい、この上野運動公園競技場、この時間帯になると結構風吹くんですよね。あ、そうですか。いつも大体もう試合の時には、はい、すごい風が吹いてますね。しかも今日現在12時30分現在で 26.2 度という気温で、予想では28度まで上がるというこの上野の、まあ、気象条件になってくるわけですけれども、佐久間さん、これ暑さ対策、あるいはこのベンチの選手をどう使っていくか、はい、このあたりがポイントになってきそうですね。そうですね、やっぱりこう暑い試合になるとやっぱどうしてもこう体力が削られていくので、その面ではやっぱり交代選手っていうのは非常に重要になってくると思うので、その辺も、どういう采配をするのかもちょっと楽しみにしたいなと思います、はい、さあ前半の45分がキックオフされました。2022年シーズン第24回 JFL 日本フットボールリーグ第9節です。鈴鹿ポイントゲッターズ対ベルスパ大分の一戦、右から左に攻める青と緑のユニフォームがホームの鈴鹿ポイントゲッターズです。一方左から右に攻める赤のユニフォームがベルスパ大分です。右から左に今おそらく風が吹いているという状況か、ですから那須さん、これ風上が鈴鹿ですよね。そうですね、いい方取れたかなというふうに思います。ですから勢いに乗って立ち上がり、まずここで勢いを乗っていきたいという鈴鹿です。そうですね、裏のスペース、このボールは手前に流れていきます。ゴールキーパーの池松が抑えています。池松はリーグ戦は2節岡崎戦以来の出場ということになります。
ただ天皇杯予選の決勝ではファインセーブ連発、 PK セーブも見せて優勝に貢献したゴールキーパー。天皇杯1回戦も先発出場を無失点に抑えました。栗田マーカー J でのボール、向こうサイドのタッチラインを割って鈴鹿のスローイン、鈴鹿にはこの15番の菊島ロングスローがあります。さあ先制のチャンスを迎える立ち上がり、鈴鹿ポイントゲッターズロングスローのチャンスです。6番の上田、そして3番の今井、20番の中村俊樹が上がってきている。栗田を狙っていく、旗が上がっています、笛は鳴っていません、プレーは続けられています。4番の平井で、そして中里、中里から裏のスペース、3番の今井へのボール落として橋本のシュート、流れるような展開から最後フィニッシュまで行きました。オープニングシュートは鈴鹿ポイントゲッターズキャプテン10番の橋本です。佐久間さん、はい、今の流れいかがでしたでしょうか。いやいいですね、やっぱり立ち上がりなので前線にロングボールを入れて、はい、まあ、そのセカンドボールを拾ってシュートまでっていうすごいいい形だったと思います。はい、そして那須さん、今のプレーも最初の起点は7番の中里のロングボールでしたね。はい、そうですね、あのディフェンスラインと中盤のところに結構スペース空いてたので、はい、そこでうまくマーク選手受けてから の、はい、あの橋本選手のゴールということでかなりいいスタートじゃないですかね。そうでしたね、その立ち上がり那須さんがまずはポイントに挙げていたわけですけれども、一つ鈴鹿が形を作っていきました。ヘディングでの競り合い、中里の激しいチェック、体の強さを見せる栗田、落として上田、上田が仕掛けていってワンツーを狙っていこうというところ、ここは奪われました。鈴鹿ポイントゲッターズは前節8節本田戦で1対4で敗れるというその悔しい結果に終わりました。まあ、その中で本田戦はチーム力、選手の力の差を感じたという話をしていた三浦康俊監督です。同じミスをしない、悔しさも忘れてはならない、チームとして改善してきたものをこのベルスパ戦で見せたいというそんな話をしていました。7番の中里競り合い、一旦ボールを下げるベルスパです。非常に風が吹く中で行われている今日の一戦、右から左、風上は鈴鹿ポイントゲッターズ、15番菊島、中里自陣でボールを回していきます。ここはファウルをもらいました、7番の中里です。裏のスペースを狙っていきます。このあたりはもう那須さん、この風上の利点を生かしているんですかね。そうですね、まあ、押し上げて前から前からで、鈴鹿の選手の距離感もすごいいいのでセカンドボールも拾えてますよね。あ、そうですか。はい、中里選手のポジショニングがやっぱりすごいいいところにいるなって思いますね。おー、というと、はい、やっぱり先ほどのシーンもそうですけど、はい、やっぱりこうディフェンスからボールを受けて、まあ、前線に配球してっていう、でその後またセカンドボール拾える位置まで動いてっていう、やっぱそのポジショニングがすごいいいなと思います。まさにそのこの前半立ち上がり、中里のゲームメイクをしていくというそのあたりの持ち味が見えてるわけですね。はい、そうですね、いいところにいるなっていうのはすごい感じてます。こちらが7番の中里です。 J で200試合以上プレーした元 J リーガーです。横浜 FC 時代には長くキングカズ三浦和義とプレーしていました。ここはボールを奪われた鈴鹿、裏のスペース注意していきたい、対応している中里、中に切り込んでくる、シュートを打たれる、ブロックしました。ここはつながっていく、高い位置でボールを奪われた、前線には33番の前田がいるという情報、遠目からのシュート、ポストの左に外れていきました。ここは遠目からベルスパ大分が積極的にシュートを放っていったというところ。中里がここも絡んでいきます。そしてスピードのある栗田から落とし、3番の今井というところはつながりません。3番の今井が今日はディフェンス登録で入っていましたけれども、かなり前の位置までプレーしています。
このあたりは那須さん、かなり鈴鹿はポジションチェンジ起こってますかね。そうですね、3番今井選手が自由にこう動く分、今もちょっとフリーになれてると思うんですけど、はいはい、その時にうまく、ね、6番の上田選手がしっかり左サイドバックのところに戻れてるので、クロスが入ってくる、ヘディングはキーパー正面。これはまあ鈴鹿一つの形としてなんか自分たちでやってる感じですよね。なるほど、はい、そして今ピンチのシーンがありましたが、ここはしっかりとキーパーの池松が抑えています。33番の前田のヘディングでした。ベルスパ大分、ベルスパは今のがこの前半2本目のシュート。対する鈴鹿は橋本のシュート1本というここまでの展開。手元の時計で前半の7分が経過しました。依然として風が強く吹いている上野運動公園競技場です。この3番の今井は昨日が25歳の誕生日でした。昨日の練習終了後に選手から祝福されて今日を迎えています。リーグ戦はなかなか良くない状況、自分のプレーがチームのプラスになるように今日は頑張っていきたいというそんな話もしていました。ここもキープベルスパです。左サイドからクロスが入ってくる、ここも前田を狙ってくる、高さがあるぞ、対応している、クリアが小さい、シンプルに中に入ってくる10番の矢口を狙ったボール、クリアしている菊島です。すぐにボールを中に入れましたベルスパ。前を向いて左足のシュートをブロックしました4番の平井で、集中した守備を見せている。ここは19番の三宅、ファウルになりました。すぐにその試合を再開させている。あ、今かなりアフター気味に入りましたが、19番の三宅が倒れている。8番の篠原に注意が与えられています。まだ19番の三宅は立ち上がれていないという状況。今季ここまでリーグ戦では4ゴール、天皇杯の1回戦では先制ゴールを挙げて、カップ戦と含めたら三宅は今シーズン5ゴールをマークしているという選手です。まあ、那須さんも先ほど話していましたが、この三宅の活躍も一つポイントになってきそうですよね。そうですね、スピードがあるので、はい、そこをうまく使っていけたらなっていうところですよね。そうですね、はい、栗田からクロスが入っていこうというところ。まあ、それと三浦泰年監督の話では、この一戦栗田マークアジェも一つ攻撃の鍵を握る選手だというそんな話をしています。13番の吉田、ベルスパがキープ、左サイドへ大きな展開。17番の藤本が上がってくる、中には高さのある前田がいる。ここは注意していきたい、ワンツーで抜けていこうというところ。菊島が集中した守備、いい守備ですね今、やっぱりこうサイドバックの対応っていうところも、やっぱり1対1の強さとかも、やっぱりこう自分もサイドバックをしてた経験もあるので、そうですね、そういうところも、はい、すごいいい対応だなと思います。なるほど、まあ、菊島に関しては積極的な攻撃参加も一つの持ち味ではあるわけですが、今はその守備の集中を見せました。栗田に合わせていったところ、3番の今井がかなり高い位置。ここも前線20番の中村俊樹の対応です。2番の中村優太、落として浦島、裏のスペース、17番藤本のスピードを生かしてこようというベルスパです。
那須さん、こう見ているとベルスパーかなり裏を狙ってきますね。そうですね、グラウンドを大きく使って、はい、揺さぶりながら空いてきたところっていう感じですかね。2020年シーズンには JFL 初優勝を成し遂げているベルスパー大分です。昨シーズンは3位の結果を残しています。100年構想クラブの一つベルスパー大分、去年の天皇杯では J2 レノファイ山口、そしてモンテディオ山形に勝利、さらには今季の天皇杯では1回戦で J3 ガイナーレ鳥取に勝っているというベルスパー大分。まあ、皆さんこの辺りの、まあ、何か成績を見ていると、いわゆるジャイアントキリングを起こしている実力のあるチームということですよね。そうですね、まあ、もう結果だけで判断はできないですけど、やっぱりそこっていうところはね、違いが出てくる中でも鈴鹿には、はい、しっかり立ち向かっていってほしいなと思います。あ、そうですね、はい、ここは鈴鹿のファウルを取られました。ベルスパボール、すでに試合が再開されています。ここも左サイドから仕掛けてくるベルスパ、三宅のディフェンス、中には高さのある前田がいるベルスパです。ターンされたよ、ここは、あっと、ここは PK、 ベルスパ大分の PK です。いや、ちょっとスペース空いちゃいましたね。何かこうシュートを打たせたくないと詰めていったところ、ここは鈴鹿ポイントゲッターズ、ベルスパに PK を与えてしまいました。いや、ちょっともったいないですね。ディフェンスもやっぱ揃ってはいたので、はい、もうちょっと落ち着いて守備できたらなってところでしたね。ここはピンチとなりました鈴鹿。ただゴールキーパー鈴鹿の池松は天皇杯予選の決勝PK 戦でセーブを見せています。優勝に貢献している31番の池松がこの伊賀市での初のホーム戦先発出場。前半の13分が経過、ここはコースを読んでいたんですが決められてしまいました。呼んではいたんですけどね。そうでしたね。いや、でもまだ前半13分なんで、はい、まだまだ全然まだ取り返せると思うので、ここからこう下を向かずにまた続けてほしいですね。ベルスパ大分先生です。このちょっと守備の時間が流れが、ね、相手にある時の失点だったんですけど、はい、ここからマーク選手にちょっとボール集めながら、はい、立ち上がりのところそこにうまく、ね、ボール入って攻撃にの起点になっていたので、はい、そこにボール運べたらなというふうに思いますね。なるほど、 PK でベルスパ大分先制、1点ビハインド鈴鹿です。まだまだ時間はあります。鈴鹿ポイントゲッターズ、ここも今度は細かくつないでいくベルスパ大分、10番の矢部内、左にボールを運んでいくところを奪いました。中里から栗田のスピードを生かそうというところ、3番の今井が前線にチェック、中村俊樹跳ね返します。中盤での激しいボールの奪い合い、ここはファルになります。前半の15分が経過して立ち上がり相手に先制を許すという展開、三浦康俊監督は相手がボールを持っているその時の切り替えが大事になってくるという話をしていました。ボールを奪った三宅、さあ三宅、三宅前を向いて、三宅ここはシュートは打てませんでした。いや、これまた拾いますね。そして中村健人、中には栗田がいる。中村健人、三宅ボールをキープ、菊島のクロスボールファーストサイドに流れていく、今井から上田、上田が右足で上げる、
まだあります。長里前に出る。ここはクリアされました。まあ、三浦康俊監督は相手がボールを持っている時の、まあ、その切り替えが大事だという、まさに那さん今のような、まあ、主から攻への切り替え、はい、これが一つのポイントになってくるかもしれませんね。そうですね、今ボール相手に跳ね返されてもまたそれを通過ポイントゲッターズの選手が、ね、触れているので、はい、そこからまた攻撃につなげるという攻守の入れ替わりのところはキーポイントになってきますね。はい、ベルスパは攻撃にストロングがあるという話をしていた三浦監督です。サイドにフォワードにアンカーにサイドバックにそれぞれ能力が高い選手が揃うチームと警戒しています。まあ、その中でその攻守の切り替え一つのポイントになってくるというこの一戦。3番の今井がここはディフェンス粘りを見せます。うん、いやいいね。そしてファウルになりました。鈴鹿ボールです。佐久間さん、明日粘りは大事ですよね。はい、いや大事ですね。やっぱりこう後ろの選手からしても前線の選手があれだけこう守備でしてくれというのはすごい助かりますね。はい、うん、そして三宅が前を向いた。左サイドにはその今井、やっとこのボールが少し流れた。ちょっと合わなかったですかね。まあでもいい流れ来てますね。はい、こうして見ていると3番の今井は守備にも攻撃にも非常に豊富な運動力を見せています。はい、先ほど機材トラブルで配信が一時止まってしまいました。大変失礼いたしました。試合は続いています。改めて前半の19分が経過。ベルスパ大分1点リードは変わりません。右サイドから速いボールを入れていった15番の菊島です。中村健人落としてここにゲームメーカー中里。中里がパスコースを探します。6番の上田、そして10番の橋本。佐久間さんが注目のプレーヤー、この10番の橋本です。なかなかこう橋本が今絡む時間というのは多くありませんよね。佐久間さん、そうですね、こう、 うまく橋本選手のところにボールは入っていないので、はい、ちょっと、まあ、展開的にも押される展開になっているので、うん、ちょっとどっかで自分たちの流れに持っていけるともっといいかなと思います。ね、そうですね、那須さん、改めてでベルスパにこうしてキープされる時間が多くなっているわけですけれども、これを打開していくためにはどんなことが必要になってくるんですか。はい、まあ、相手の背後のところにボールを運びたいんですけど、はい、相手のディフェンスラインも、あ、こちらチャンスですね。ここがチャンスになる。三宅スピードを生かす。三宅、三宅、三宅が自分で仕掛ける。三宅、三宅のシュート、ここはキーパーに止められてしまった。いやでもすごいいい仕掛けでしたね。はい、はい、今みたいに守っての速攻っていう形が増えてくるかなっていうふうに思うんですけど、あ、なるほど、はい、前向きにボールを奪えたら今のようなチャンスはあるかなっていうふうに思いますので、ですから相手にこうキープされる時間が長くなっても焦る必要はないということですね。そうですね、最後ゴールのところに相手は来るので、はい、そこをしっかり守って距離感よく
守れていればいい奪い方ができたらいい攻撃につながると思いますので。なるほど、はい、そのあたりが三浦泰年監督が話していた切り替えということなんでしょうね。そうですね、ここもキープはベルスパー、裏のスペース10番の矢部内抜け出される、シュート、ここはサイドネット、助かりました鈴鹿です。今のがベルスパー前半3本目のシュート。つないで、ああした形で佐久間さん、もうフィニッシュまで行かれるとちょっと怖いですよね、はい、そうですね、まあでも最後、4番の平出選手がしっかり体を投げ出して、はい、コースを限定していたので、はい、ああいうプレーは本当に大事だなと思いますね。ああ、なるほど、はい、鈴鹿ポイントゲッターズの守備のキーマンはその4番の平出、そして20番の中村俊樹と話していた三浦泰年監督です。その一角、平出がしっかりと寄せていったというところ、スペースがある栗田、前を向いて栗田まだキープ、そして橋本ワンタッチ、もう一度橋本、左サイド中村健人、左でシュート、あーここは止められた、惜しい、まだあります、中里の左足、ここは枠を捉えられません。流れるようなパスワークが見られた鈴鹿ポイントゲッターズ、前半の22分が経過したところでここでインスリータイムです。相手の2センターバックですかね、はい、がかなりグッと2枚だけ下がるので、そこのところでギャップができて、いい形で受け入れてますね。あ、なるほど、はい、ですから間のスペースでボールをもらえているということなんですね。そうですね、センターバックが引いたその間のスペースを受けて前向けて仕掛けれてる、はい、そこにこう追い越す選手もいるので、はい、継続してやっていってほしいなと思います。まさに今那須さんがおっしゃったように、そのスペースで栗田がボールをもらって、そこから形を作っていった鈴鹿ポイントゲッターズでした。そして佐久間さん、はい、10番の橋本ですけれども、ここに来てワンタッチで非常にスピーディーな展開を見せていきましたね。いやー、すごい面白いですね。やっぱりああやってこうワンタッチでつなぐことによって、はい、ディフェンスもやっぱり翻弄されますし、はい、ああいうシュートまで持っていけるっていうので、やっぱりこうまだまだ、これからちょっと得点の匂いも出てきたので、そうですね、すごい、はい、ぜひ楽しみにしたいですね。今最後中村健人が追い越していってシュートを打っていたわけですけれども、那須さん、はい、入ったかと思いましたね。そうですね、ちょっとガッツポーズ出しちゃったんですけどね思わず。でもやっぱ追い越す動きっていうところは非常に大事ですね。はい、チャンスを作った鈴鹿ポイントゲッターズ、まあ、徐々にその鈴鹿が自分たちの持ち味を出し始めようかという時間帯に入ってきています。手元の時計で間もなく前半の24分を迎えます。依然として上野運動公園競技場では風が強く吹いているという状況。風上の鈴鹿ポイントゲッターズです。風下が左から右に攻めるベルスパー大分。中村健人がプレスに行く。左サイドスピードのある17番の藤本、ボールをキープ、かわされる、前を向いたシュート、ここはクロスバーの上外れていきました。今のがベルスパ、この試合4本目のシュート。鈴鹿そしてベルスパ大分ともに4本ずつシュートを放っています。また一段と風が強くなってきました上野運動公園です。前線に長いボール、栗田かなりボールも伸びていきます。このスペースですよね、那須さん。そうですね、ここで前向けるので、はい、そこから次どうね攻撃していくかっていうところですね、はい、4番の平井で7番の中里降りてきます。最終ラインからボールをつないでいこうという鈴鹿。橋本に対しては厳しいチェック。33番の前田、ベルスパ、8番篠原、落とします。3番の浦島、左サイド5番の本田、ディフェンスラインでボールを回しているベルスパ。右6番の土田、
7番の中野が裏のスペースを狙っていこうという動きを見せていました。その中野落とします。そして裏33番の前田オフサイドはない。前田のシュート、キーパーナイスキーパー、ここはいけますが抑えました。ナイスキーパー、大分のパス回しうまいですね。やはりこの辺りはその大分の能力の高さが見られますか。はい、そうですね。今も大きなピンチを迎えた鈴鹿でしたが、守護神の池松がしっかりと抑えてくれました。いや、ナイスキーパーでしたね。やっぱりああいう一つのプレーっていうのはやっぱりこうチームを助けますし、はい、勢いづけるプレーにもなると思うので。なるほど、すごいいいプレーでしたね。そのファインセーブを得点につなげていきたいという鈴鹿です。ライン押し上げたいですね。ゴールキーパーに戻します。かなりハイボールはもう伸びるという状況になります。風上の鈴鹿ポイントゲッターズです。高い位置でボールを奪う中里、そして中村健人、三宅ワンタッチ栗田へ、もう一度作ります。中村健人裏のスペース、栗田へのボール、3番の今井、ここはやり直しになります。ベルスパ、1点ビハインドとなっている鈴鹿ポイントゲッターズです。上野運動公園で JFL の試合をするのは今日が初めてということになります。たくさんの人たちにぜひ鈴鹿の背中を押してほしいと話していた三浦康俊監督、そしてそのサポーターの応援に、その期待に応えられるプレーをここ伊賀市で見せたいという話をしています。菊島の対応、あーと行きますがここまで飛び出しました。ゴールキックにしました。前半の14分に相手にペナルティーキック決められてしまって1点ビハインドです。ただ少しずつ形を見せている鈴鹿ポイントゲッターズ。まだまだ分かりませんよね。はい、笠上の前半のうちになんとか1点追いつきたいところですけど、ね、あーそうですね、はい、ここはスピードのある藤本ボールを奪いました。菊島、そして中村俊樹前線へ、すぐにはプレスにはいかない鈴鹿ポイントゲッターズ。ここでチェックに行く、左へ崩されていく、中には3枚入っているベルスパー、ここはシュートを打たれたものの枠には飛びませんでした。いや、6番の上田選手ですかね、しっかり寄せてたので、はい、簡単にはこう 打たせなかったので、はい、すごいいい守備ですね、うん。先制を許したものの、その後のシュートシーンにはしっかりと対応している鈴鹿ポイントゲッターズのディフェンス陣です。あとは那須さんのおっしゃるように、この風上の前半の間に1点を返せるか。はい、そうですね、そこは結構後半につながるあれになってきますね、はい、流れのところは。一旦落ち着かせます。そして3
3番の今井は今もう前線のうち、あーこれは後ろから行きました。危険なプレー。キャプテン10番の橋本が倒れています。ベルスパ10番の矢部内のプレーでした。失礼、6番の土田が失礼。今その土田が橋本に声をかけに行きました。まだ橋本は立ち上がっていません。キャプテンの橋本です。ここまでリーグ2試合連続でゴールをマークしています。コンディションはいい、もっと上げていきたいというそんな話をしている橋本。橋本選手が落ちてきたもう一個裏のスペースを多分使えるともっと、スペースがあるので、はい、そこを一個奥飛ばしたらもう一個前向けてチャンスができるかなと思うので。あ、そこに関わっていくのはどうでしょう。41番栗田あるいは左サイド6番の上田、そういったところになってくるんでしょうか。はい、あそこまでやっぱりこうボールを受けに引き出すことによってやっぱ相手もああいうついてくるので、はい、一個その奥のスペースを見れるといいかなと思いますね。なるほど、まあ、それと前線の配置でいくと那須さん、はい、3番の今井の位置なんですけれども、ねえ、そうですね、フォワードなんですかね、こう自由に動きながら今はフォワードの位置にいます ね、 そうですね、はい、まあ、その相手の2センター下がるっていうそこのスペースをこう、はい、自分たちが流動的に動きながらどん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 取っていこうっていう作戦なのかなっていうところと、あ、そうですか、はい、ちょっとそこは注目してみたいですね、うん、まあ、また守備の時もその3番の今井は下がるというその姿勢を見せていたり、はい、そうですね、かなり動き回っている印象ですよね。はい、そうですね。ここはベルスパのゴールキック、前半の33分が経過。今も下がってきますもんね、もう後ろまでね。そうですね、攻撃になると湧いていくみたいな。あ、まあ、今那須さんは黒石の U15 で監督をされているわけですけれども、はい、こうしたの戦術というのはよくあるものなんですか。U15 の、 その中学生年代にはなかなかこういう戦術はまだまだ使わないですね、うん、ヒールで押される。向こうサイドのタッチラインを割っています。先ほども3番の今井がスペースに顔を出してボールを受けるという場面がありました。まあ、一つですからまあ、鍵を握る、まあ、効いている部分のプレイヤーではありますよね。はい、そうですね。今はまたディフェンスラインに戻ってますから、ね、あ、そうですね、奪われた高い位置。おっと、今エラシコを見せたか。テクニックを見せてきましたベルスパの10番矢部内です。ゴールキックです。ルスパの10番の山内が先ほどおそらくエラシコを見せました。すごいですね、うまいですね、うまい、岩手グルージャ盛岡でプレーした元 J リーガーの山内です。ドリブルと高いそのテクニックが持ち味という選手、気をつけなければならない。そして10番鈴鹿の10番の橋本からいいパスが出ました。41番の栗田キープ、落として橋本、ペナルティーエリアの中には選手が集まってきている鈴鹿。上田、中村健人、細かくつなぎます橋本、スペース抜け出す、まだあります。ここに3番の今井が飛び出しました。中村健人、左サイドから崩しにかかる鈴鹿、中里、6番の上田、中村健人、奪われません。あっと、ここがつながらない、ちょっと奪い返します。 いい守備ですね。そしてファウルをもらいました。少し橋本が要求している場所と違うというようなジェスチャーを見せていました先ほどのプレー。中を通して中村健人、4番の平井で
中里降りてくる、平井で1人かわす、そしてスペースで前を向いた栗田、栗田右サイドに展開、中には3枚4枚5枚入っている鈴鹿、ここは最後精度をかけました。枚数をかけていった場面ではありました。いやでも少しずつ鈴鹿の、時間帯というか自分たちでボール握って、はい、いいシーンが多く作れているので、はい、ちょっと早く得点が見たいですね、うん、佐久間さん、その得点の匂いは感じますか？そうですね、やっぱりこういい位置までボールを運べて、はい、やっぱ深いところまでは運べているので、あとはどんどんシュートを打っていってほしいですね。あ、そうですね、はい、ここまでベルスパがシュート6本、そして鈴鹿がシュート4本という、前半30、まもなく7分を迎えようというこの一戦です。栗田スピードを生かしていく、まだあるか、そして3番の今井のチェック、立て続けに相手の右サイドバックのところですかね、背後を取れてていい感じですね。はい、ですから鈴鹿の左サイドの攻撃ということですね。はい、中里、橋本、栗田には合わない、ゴールキーパーまで下げます。栗田が下がってきて受けようというところ、あ、これはその栗田のファウルを取られました。前節ホンダ FC に1対4で敗れた鈴鹿ポイントゲッターズです。ただその後天皇杯1回戦でチェントクオーレハリマに3対0で完勝を収めている鈴鹿ポイントゲッターズ、6月1日日発三沢球技場で横浜 F マリノスと2回戦で対戦するということが決まっています。まあ、ただこのリーグでもその流れを引き戻したい鈴鹿ポイントゲッターズ。いやー、ここちょっと集中したいですね。そうですね、前半の38分が経過しています。ゴールキーパー飛び出してくる、こぼれているファーサイド、クロスが入ってくる、上田のヘッド、その向こう側、その前に笛が鳴っています。ここは鈴鹿ボールです。選手が一人倒れています。4番の平出が倒れていましたが、ここは立ち上がりました。そして何か7番の中里とゴールキーパーの池松が会話をする場面がありましたが、右から左に強い風が吹き続けている上野運動公園競技場、手元の時計でまもなく前半の40分を迎えます。3番の今井がヘディングで競りに行く、ワンタッチで展開を見せるベルスパ大分、菊島奪います。縦このボールがつながる三宅、三宅に対しては2人3枚でマークをしに行くベルスパ、そしてベルスパボールです。7番の藤本、左サイドスピードがあります、注意したい菊島の対応です。まだボールのキープはベルスパ、旗が上がっています。ここはオフサイド、前半のアディショナルタイムまで残り5分を切っている鈴鹿ポイントゲッターズです。
ャンスを作る場面はあるんですけれども、那須さん、その鈴鹿の求められるプレーとしては先ほどまずは栗田に合わせていきたいというような話もあったわけですけれども、はい、前線にまずはロングボールをその出していく、あるいはそのスペースでボールをもらう意識、このあたりになってくるんでしょうか。そうですね、でもまあ相手のディフェンスラインも、ね、下がるのも早い部分もあるので、はい、うまくボール動かしながら、うん、やっぱりセンターバックのと相手の中盤の間のところにこう差し込んでいければなっていうところと、このスペースですね、はい、一人は背後狙ってセンターバック下げた分そこをこ うまくここもうまくつないでいく、はい、中里縦に入る、ここからですね、ここは奪われてしまう、ヘディングでクリアしました17番の中村健人です。その間でボールをもらった後のプレー、はい、うまくそこに入るタイミングのところでこう周りがワンタッチのタイミングであったりでこう顔を出せたら、はい、さらに攻撃広がるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、スローインが続きます。スペース鈴鹿のゴールキック、その空いたスペース間でもらう動きはできている鈴鹿、今井選手があえて中に入っていく分、はい、左の橋本選手のところにもスペースができてくるので、うん、いいですね、そこからどうそこをどう使っていくかっていうところが、あ、それこそそのスペースをついた後は左サイドから崩す場面も多くある鈴鹿ポイントゲッターズです。はい、後ろからどんどん追い越して、はい、まあ、味方が追い越してサポートしてあげるとやっぱりディフェンスもやっぱりついてこれないので、うん、そういうところシーンをもうちょっと増やしていけたらちょっと得点につながりそうな感じはしますね。なるほど、栗田がプレスをかけに行きます。ボールを回収したい鈴鹿、キープできるか、落として中里、左サイド三宅、三宅がすぐに切り替え、いい切り替えですね、そしてマイボールにしました。手元の時計で前半の44分が経過しています。依然として0対11点ビハインドの鈴鹿ポイントゲッターズです。立ち上がり14分に相手にペナルティーキックを決められて1点ビハインドという状況、ここは行きます、余裕を持って抑えます。間その橋本が受けようというところでした。作れたら、周りがサポートするタイミングが取れるんですけど ね、うん、そうですね、前半のアディショナルタイムは2分です。あの位置は結構スペース空いてるんでね、はい、多分こうフリーで前向けたらどんどんチャンスになると思うので、あ、いいですね。そして早いリスタート、橋本、栗田、ワンタッチ、今井、ワンツー、まだあります。中村健人テクニック見せます。三宅から菊島、中に入って縦への突破、菊島まだキープ、菊島、栗田、栗田、あっと旗が上がっている、ここはオフサイドか、いい流れでしたね。そうでしたね、やっぱりこうワンタッチが入るとやっぱリズムできますね。はい、最後その栗田フィニッシュまで行こうかという場面でしたが、ここはオフサイドです。
な流れるようなそのパス回しは見られました。アディショナルタイムは2分です。栗田のそのスピードを生かそうというプレー。ここはスローインのやり直しです。何かこうあと少しというところまで来ているような感じもするんですけどね、はい、そうですね、本当にもう少しって感じなんですけどね。守備がもう硬いですね、大分の方も。あまた風が強く吹いている上野運動公園競技場です。そしてここで前半終了のホイッスル。鈴鹿ポイントゲッターズ対ベルスパ大分の一戦は前半が終了して0対1、鈴鹿ポイントゲッターズ1点ビハインドで折り返します。前半が終了しました。0対1で鈴鹿ポイントゲッターズがビハインドです。
さあ会場の皆さんお待たせいたしました。ここからはハーフタイム特別企画、武田信弘さん岸松くんプレゼンツ PK 対決です。大丈夫 PK 対決大丈夫 PK 得意 PK 得意PK は分かるって意味です。さあ対決します。はい、では鈴鹿ポイントゲッターズの選手たち、そして武田信弘さん、さらには岸松くんに来ていただきまして、こちらには子どもたちを代表して5人の選手に来ていただいています。では名前を呼ぶので、呼ばれたら大きく手を挙げてもらっていいですか。大丈夫かな。名前呼ばれたら大きく手を挙げてください。浜村歩夢選手、続いて川本乃和選手、続いて田中斗亜選手、杉野玲二選手、菊澤沙友選手、以上の5人が鈴鹿ポイントゲッターズの選手たちと対決します。さあでは PK 対決です。先行どちらからいきましょうか。じゃんけんでいきます。じゃんけんで、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、先行後攻どっち。先行分かりました。いきましょう、一人ずつ。ではですね、子どもたちのチーム、浜村歩夢選手から切っていただきましょう。浜村君、誰、よし、はい、行くよ。はい、キーパー入る、ここでいい、ここでいい、本気でいい、入る、大丈夫、入る、自信ある、ある、よし、いきます、お願いします、そちらで。さあでは一人目お願いします。ゴールキーパー真っ正面にこれは残念ながらゴールならず、しかしナイスシュートでした。選手が吹き飛んでおります。はい、次行くぞ、こっち行こうか、行こうか。キーパー入る人、キーパー入れた人、いいよ。さあそのまま浜村選手がキーパーに入ります。これ難しいの、もう一回蹴れねえな、もうちょっとしろ、大丈夫、ここで大丈夫、OK。 さあでは鈴鹿ポイントゲッターズ1人目です。おお、ナイスキーパー、ナイスセーブ、 OK、 ナイスキーパー。さあ続いて、次は0対0、続いて川本乃和選手、ここでよし、ここから行け、頑張れ。どっから行ける、どっからだと入る、ここでもいいぞ、ここがいい、よし行こう。さあでは川本選手お願いします。ボール見てね、ボール見て、思いっきり、おーここは止められた、しかし左隅を狙いました。次キーパーやった人、キーパーやった人いて、よし。さあ鈴鹿ポイントゲッターズの2人目です。いくよ、お、いいね、いいとこ置いたね。はい、取れ、おお、ゴール、よし、終わった。鈴鹿ポイントゲッターズ先制です。次、さあ子供たちチーム、続いて田中斗亜選手、蹴った、1回目の人、どっから蹴る、どこから蹴ってもいいぞ、どっから蹴ったら入る、ここから入る、もうちょっと前のがいいんじゃない、ここのがいい、ここらじゃない、もうちょっと後ろがいい、この辺。さあキッカー順が自己申告制に変わりました、はい、では行きましょう、3人目お願いします。おお、ナイスシュート、素晴らしい、左隅に決まりました。じゃあ子供キーパー2人入っていいよ、2人キーパー2人いいよ。さあ武田さんからの提案でキーパー2人になります。特別ルールです。キーパー2人で取ってね、止めろよ。さあポイントゲッターズ3人目お願いします。取れよ、よー、取れたー、よっしゃー。さあ後半戦に移っていきましょう、4人目です。大丈夫、俺解ける、俺がキーパーでいい、今日で大丈夫、もっと前じゃなくていい、これぐらいでいい。さあ超至近距離 PK 取りました、お願いします。おー、ナイスシュート、
よし、次は一歩リード、子供たちチーム一歩リードです。俺がじゃあキーパー全員入る、入ってキーパー。さあポイントゲッターズ4人目、キーパー全員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 入って、これで顔当てちゃったらまずいよな。行くぞ。さあでは行きましょう、お願いします。あ、近いな、近い、行くぞ。一応これ J リーグ94点取ってるからね、俺一応ね、 J リーグ94点、行くぞ。あー、止めたー、ナイスナイス、キーパーしっかり止めてきました。現在2対1ですかね。おお、切ってない1人。さあラスト、ラストキッカー、誰切ってない、行こう最後、よし、こっち1人、もう行け、行け、行け、いいよ。さあ行きましょう、決めたらその時点で子供チームの勝利です。大丈夫、ここで距離前じゃなくていい、どっからって入る、そこ、OK、好きな選手は誰、好きな選手、カズ選手ですって武田さんからって言うからと思いましたけど最後お願いします。ボール見て、ボール見て、しっかりボール見て蹴る、おー止めたー、さあ同点、同点になんかここで決めれば同点です。キーパー、ここでポイントゲッターズ決めれば同点です。キーパー、キーパー、キーパー、さあ最終キッカー、よく2人、ポイントゲッターズ誰、さあ行きましょう。2人で全員でいいよ、全員でいいよ、全員でいいよ、全員で、全員でいいよ、全員で、全員でいいよ、全員でキーパーやっていいよ、全員でキーパーいっていいよ、また俺か。さあではラストキッカーお願いします。これ行くぞ、いやー、ゴール大丈夫か。さあここで同点になってしまいました。同点、しかし武田さん、はい、もう後半が始まってしまいます。始まってしまうな、いかがいたしましょう。じゃあ同点ということで、もうみんな最後記念撮影、ここでお母さんたちが、はい、みんなみんな来て、このサッカーボールはね、古谷さんから皆さんに差し入れしてくれるみたいなんで、サッカーボール、これ、なるほど、今日参加者のこの5名の子供たちに青いボールが、ちょっと待って、参加賞としてプレゼントされます。このボールね、浦谷さんからくれるっていうから、今日はい、みんなボールもらって、はい、皆さん、あ、はいはい、そうそうそう、大丈夫、はい、行くよ、みんな前向いて、はい、巻きでいきましょう、はい、お父さん、お母さん、行きますよ、 OK ですか、はい、ありがとうございました。皆さんどうもすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、武田信弘さん、岸松くんプレゼンツ PK 対決でした。はい、ありがとうございます。さあ、まもなく後半が開始となります。ご来場の皆様にご案内いたします。本日大変日差しが強くなっておりますが、日傘を使用してのご観戦は周りの方の感染のご迷惑となりますので、できる限りおやめください。日傘を使用しての観戦は周りのお客様のご迷惑となりますので、できる限りおやめください。
また本日立ち見でのご観戦もご遠慮ください。必ず座席に着席した上でご観戦いただきますようよろしくお願いいたします。なおザラボプレゼンツサポーター賞抽選会、こちらの結果は試合終了後に発表いたします。試合終了後に発表いたします。今しばらくお待ちください。第24回日本フットボールリーグ第9節船谷ホールディングスグループで鈴鹿ポイントゲッターズ VS エルスパー大分、1点ビハインドの鈴鹿ポイントゲッターズ、これから後半の45分キックオフを迎えます。ナーキックオフ、今後半の45分が始まりました。前半とはエンドが変わります。左から右に攻めるのが青と緑のユニフォーム鈴鹿ポイントゲッターズ、左サイドから仕掛けていく33番の藤島、マイナス A のボールクリアしたところコーナーキックです。後半から鈴鹿は背番号10番キャプテンの橋本に代わって今ドリブルを仕掛けていった33番の藤島ジュキアが入っています。そしてこの試合両チーム通じて1本目のコーナーキック鈴鹿ポイントゲッターズです。さあ同点のチャンスを迎える鈴鹿、10番の中村俊樹、4番の平井で、3番の今井もいます。さらには6番の上田、低いボール、これはベルスパのゴールキック。ここで選手の交代をお知らせします。まずは佐久間さん、立ち上がりこう鈴鹿が勢いに乗って攻め込む場面が見られましたね。そうですね、まあ、後半から入った藤島選手の、まあ、いい仕掛けからコーナーキック得て、はい、まあ、得点にはならなかったですけど、うん、やっぱりこう1個のセットプレーっていうのもチャンスになるので、はい、こういったプレーをどんどん仕掛けていってほしいなと思いますね。そして那須さん、はい、1点ビハインドの鈴鹿ですけれども、後半のそのポイントはどのあたりになってきそうでしょうか。そうですね、やっぱこう風の影響もあってロングボールっていうところはなかなか難しくなってくるかなと思うので、はい、まあ、フォワードに入れるボールもこう低くて速いボールを入れていけたらなっていうふうに、はい、あ、でもこれ素晴らしい、いいですね。そして中村健人切り返して中を見ています。ファーサイド三宅が上がってくる、ヘッドで落とす、シュートを出るか、ここは今井にはつながりませんでした。後半いい立ち上がり見せてくれてますね、うん、はい、このボール高い位置で奪われてしまう。スピードのある17番の藤本ベルスパ、あー、テクニックを見せる、キレのあるドリブル、中に藪内、左足でクロスを入れたところ、ここはゴールキーパー直接キャッチしています。いやー、17番の藤本選手は本当テクニックありますね。あー、ベルスパですか、はい、うん、前半から結構そこにチャンスメイクされてっていうところがね、はい、まあ、そのテクニックに加えてかなりのこのスピードがあるという藤本拓海です。ベルスパはそれぞれ その選手の能力が高そうですよね。ここですね、さあ間、中村健人、栗田、オーストフリーですね、栗田仕掛ける、栗田折り返そうというところ、コーナーキックです。一個いい形できましたね、うんうん、そこのスペースをうまく使ってのっていうところで、このあたりは那須さん、前半とは変わりないわけですね。そうですね、相手もそこをまだスペース空けてくれているので、そこをうまくついていけたらなというふうに思いますね。なるほど。そして後半2本目のコーナーキック鈴鹿ポイントゲッターズです。7番の中里はキック精度に絶対の自信を持っています。今シーズンリーグ10得点中セットプレーはロングスローを含めて3点の鈴鹿、すらしたところ栗田がいる、
まだこぼれている。まだありますね。3番の今井、栗田がダイレクトで入れる高いボール。このボールは直接ゴールラインを割りました。この流れが鈴鹿にあるうちに、はい、同点弾を期待したいですね。あ、そしてあの佐久間さん、これ、はい、旗を見ていると、あの前半は右から左に吹いていた風ですけれども、ちょっと変わりましたかね。ちょっと変わってますね、はい、回ってる感じありますね。あ、だいぶ巻いてますか。はい、ただ依然として強い風は吹き続けている上野運動公園競技場です。ショートパスを回していく、スピードのある33番の藤島、三重県の出身。ちょっと奪われる、気をつけたいですね。カウンターになる左サイド、そしてスピードのある藤本、対応している菊島、左サイドからクロスが入るが、ここは左手の冷静な対応、コーナーに逃げました。いや、今の左手選手いい対応ですね、うん。ベルスパーはこれがこの試合1本目のコーナーキックになります。1点ビハインドは変わらない鈴鹿ポイントゲッターズ。前半の立ち上がりは攻め込むシーンを多く作りました。ただここは追加点は許してはならない場面。後半の立ち上がり、ベルスパの33番の前田は178センチ、その前田が前線ニアサイドにいるというところ、その隣に180センチを超えている2番の中村、激しい動きを見せる。栗田のクリア、あっとここはファウルになりました。ここは19番の三宅のファウルを取りました。今日の審判団主審は船橋高政、副審は柳田翔、井出本亮、そして第4の審判松島洋平です。危険な位置でのフリーキック、守備の集中が求められる時間が続きます。鈴鹿後半の6分が経過、鈴鹿は注意したいですね。そうですね、合わせてくるか。中央中島、ここは中村俊樹のクリアでした。その前に笛が鳴っていました。鈴鹿ボールです。前半と変わらずその中盤、まあ、ディフェンスとその中盤の間に、相手のその間にスペースがあるという状況、まあ、そこを立ち上がりうまくつくシーンが見られた鈴鹿ポイントゲッターズです。やっぱロングボールは風の影響が今もありましたね、うん、となると後半は、まあ、風下と考えた場合、やはり、まあ、ショートパスを多く使っていきたいというところなんでしょうか。そうですね、サポート早くして、はい、ディフェンスライン4番の平井で、うん、いいタイミング、顔を出した中村健人です。中里、お、いい、そしてスペース、33番の藤島、チャンスになる、中に入って右足シュート、ーキーパー正面でした。いや、19番の三宅選手もフリーだったんで、そこを使っても面白かったですね。あ、そうですか、はい、中央には3番の今井もいたという場面でした。今作りの段階でもこう中里選手が空けたスペースにね、あの、はい、いいタイミングでボールも入ってっていうところですね、はい、中村選手ですか、17番中村選手、いいタイミングで落ちていって、はい、そこからですね、起点になったのは17番の中村健人、東福岡高校で10番キャプテンとして全国高校サッカー選手権大会では全国制覇に貢献しています。抜群の安定感とパスセンスを誇る中村健人です。ああ、ここは
笛は鳴っていません。ベルスパのスローインが続きます。33番の前田ボールを奪った。33番の藤島、そして中村健人と、ここはちょっと早かった、我慢しきれなかったか。41番の栗田、中村選手にいいボール入ってますね、はい、ちょうどディフェンスラインと中盤の間のところでね。この中村の動きには何かその前半と変化があるんですか。そうですね、ポジショニングもちょっと変わってるかなっていうふうに思いますね、うん、確かに前半よりも少し前めでプレーしている中村健人です、はい、ちょっと相手も多分捕まえきれてないところもあると思うんで、おあそこに入った時にやっぱり周りの選手がどんどんサポートしていったら、はい、これを拾いたい。今フォーメーション的には7番の中里をそこに置いた 4-1-4-1 のようなこうフォーメーションになってるんでしょうか。そんな感じですね、ここも同じような形でその左サイドのスペース藤島が狙っていこうというところでした。いや今の流しても良かったですね、マイボールだったんで、はい、ちょっと多分7番の中里選手は流してほしいっていう感じでしたね。かなり今主審の船橋に激しいジェスチャーを見せていました、はい、すごい分かりますね。でも中央栗田を狙っていく、そして三宅ワンツー、菊島切り返す、平井でのカバー、手前のタッチラインを割っています。いやでもちょっと後半になって鈴鹿ちょっとギアを上げてきた感じなんで、はい、すごいちょっと得点がちょっと早く見たいなって感じですね、うん、6番の上田、中里、右に展開、三宅、まあ、ここまでの流れを見ていると立ち上がりからその意図的な攻撃、その形を見せられている鈴鹿です。しっかりボール動いてますよね、はい、3番の今井、ここは奪われる、機敏な動きを見せる17番の藤本ベルスパです。33番の前田を狙っていこうというところは4番の平井での対応、中村俊樹、あーっとこのパスが通りません。右サイドから2番の中村優太が上がってくるベルスパ、栗田のディフェンス、中里奪いました。上田から中里、そして栗田へ、右サイド開いている三宅、その三宅のボールトラップ、ピダッと止める、そして今井落として藤島を狙おうというところ、いやー惜しい。今開いていたのは17番の中村健人か、ただ今通ればという場面でしたね。いやそうですね、惜しい。鈴鹿の選手の方が出足早いですよね、うん、おそしてここも通る、栗田スルーして右シュート、3番の今井、ここはキーパーに阻まれました。いやすごいいい形をね、立ち上がりから見せてくれてますね、はい、いや今井選手でしたね、また上がっていって、うん、ここはゴールとはなりませんでした。ただ大きなチャンスを作っている鈴鹿です。流れがあるうちにっていうところがサッカーすごく重要になってくるのでね、今はですからもう明らかに鈴鹿の流れが来ているわけですね。来てますね。菊島、ここはゴールキーパーに落とします。栗田、中村健人、そして最後は3番の今井のシュートという流れるようなその展開を作っていた鈴鹿です。スパのそのゴールが徐々に近づいているか、鈴鹿ポイントゲッターズ。
多いと慌てないですよね、やっぱり1点リードしてることもあって。あ、そうですね。三宅から栗田へプレーは続けられている。前田、前を組み、右シュート、ブロックしています。まだあります。前線にクリア、このボールを奪われる。ここはファウルになりました。17番の中村健人がファウルを取られました。ベルスパ大分のフリーキックです。手元の時計でまもなく後半の15分を迎えようという東の上野運動公園競技場で行われているホーム鈴鹿ポイントゲッターズとアウェーベルスパ大分の一戦。追加点は絶対に許したくない鈴鹿です。選手が横並びになっている状況。中央ヘッドワン、ここは助かりました。怖い。キーパー行きます、抑えました。今ボールも良かったですね。いや、すごいいいボールでしたね。さあ今度は鈴鹿です。内島へのファール。激しくなってきてますね、ゲームが。そうですね。まあ、鈴鹿としてはこのホームでベルスパーを相手に勝てば、まあ、順位が入れ替わるということもあります。初めてのイカセの開催。いい ここはファウルになって、そして栗田が倒れている。いや、いい位置ですね。3番の浦島に対してイエローカード。中村選手が背後抜けたところにしっかり栗田選手顔を出すっていういい流れでボール動いてるんじゃないですかね。はい、明らかに那須、前半よりもその攻撃の形は見えてますよね。そうですね、関わる選手が増えてますね。1人目の動き出しに対して2人目のところにボールも当たれているので、はい、それに対してもまた次3人目が連動していてっていうところでは、うん、いい攻撃が見られてますね。そしてセットプレーのチャンスです。第2節では7番の中里のキックに三宅がヘディングで合わせるというシーンがありました。17番の中村健人もキック精度には自信を持っています。中里のキック、巻いてくるボールはキーパー飛び出します。ベルスパのカウンター、注意したい鈴鹿。鈴鹿選手戻り早いですね。そしてここでファウルになりました。ここはしっかりと送らせました。鈴鹿ポイントゲッターズです。また右から左に強い風が吹き始めています。ボールを奪った鈴鹿、ここをつないでいきたい。中村健人落として今井から栗田へ、まだあります。間で受けたところ中村俊樹が奪った。右サイド三宅ダイレクトで入れていく。ここは直接ゴールラインを割ってしまいました。高い位置から20番の中村俊樹の鋭い読みを見せました。いいディフェンスでしたね。やっぱやって前向きに奪うことによってこうチームもパワーが出るというか、はいはい、いい攻撃につながるのでゴールに近づけると思います、うん、ここはベルスパのゴールキック。今井のヘッド、中里回収、平井で ここはゴールキーパーまで落とします。池松前線へ、栗田へ競り合いになる。その向こうのスペース、中村健人、縦には今井、左サイド藤島、栗田のシュート。
今のがポイントゲッターズ後半3本目のシュート。そしてベルスパ大分の選手が1人足をつらして倒れています。手元の時計で後半の19分を回ったところ、倒れているのはどの選手でしょうか。そして、その状況に合わせてベルスパがベンチのその選手が今準備をしているというところです。33番の前田選手ですね。前田ですね。そしてもう前田は担架に乗って運ばれようとしています。交代選手も今急いで変わった感じですね。ベルスパは11番の戸根、そして18番の中村誠が用意しています。17番も交代ですか。藤本選手7番ですね。7番の中本、そして33番の前田に代わって18番の中村誠、11番の戸根瑠衣が入ります。ベルスパ大分です。ここで一気に2枚変えてきました。このちょっと空いた時間の後ちょっと集中したいですね。はい。そして今入ったベルスパの中村誠、今季ここまで3ゴールをマークしているフォワードです。11番のトレもチーム1のドリブラーというその今季2ゴールをマークしている選手。背番号33に代わり中村誠、背番号18が入りました。右サイドから代わって入った18番の中村誠が中央で待っているというところでした。鈴鹿のゴールキックです。ですから那須さん、はい、先ほどの33番の前田が負傷交代というアクシデントと見たとしても、11番の戸根と中村誠というこの今季ゴールを奪っている選手を入れてきたということはベルスパはさらにこれ攻撃を強めていこうという活性化していこうというところもあるんでしょうか。そうですね。立ち上がりと後半立ち上がりのところでちょっと鈴鹿が押し込んでいる時間も、ね、長くあったところで、はい、あれもう一回置いたとしても攻撃に力を入れるという意味での交代かなというふうに思いますね。なるほど。中村選手が交代ですかね。中村健人に代わって2番の進藤が入ろうという鈴鹿ポイントゲッターズです。ここで選手の交代をお知らせします。鈴鹿ポイントゲッターズ中村健人背番号17に代わり進藤選手背番号2が入ります。ただ佐久間さん、中村健人はいいプレーをその後半立ち上がりから見せていましたよね。はい、そうですね。ちょっともうちょっと見たかったなっていうのがちょっと正直なところですね。ここで2番の進藤を入れた鈴鹿ポイントゲッターズ三浦康俊監督です。三宅選手がサイドからちょっと中めにポジション取ってますね。そうですね、はい、そして今入った2番の進藤が右サイドにそうですねポジションを取っているという鈴鹿ポイントゲッターズです。代わって入った2番の進藤はチーム随一のスプリント回数を誇る選手です。かなり豊富な運動量を誇るその2番の進藤を入れているという鈴鹿ポイントゲッターズ。そして後半の間もなく23分を迎えようというところで後半の飲水タイムに入ります。那須さん、改めて後半のここまでの展開どのようにご覧になっていますか。鈴鹿が非常にいい入りをして、はい、ゲーム支配できているんじゃないかなというところですね、はい。そこからのなかなか点が入らないいい時間帯が続くとカウンターっていうところがね、次はサッカーでよくある怖いこう流れといいますか、はい、っていうところには注意しながらですけどこう緩めずゴールに向かってアグレッシブにいってほしいですね。佐久間さんはいかがですか。
そうですね、まあ、やっぱり前半はすごい、大分にボール握られる展開でしたけど、やっぱり後半になって鈴鹿の、時間帯が多くなっているので、はい、まあ、交代選手も入れてちょっと変わると思うので、そこをうまく使いながらもっとゴールに迫ってほしいなと思います、うん、これでですから両サイド33番の藤島樹也もスピードがあって、そして右サイド2番の進藤も、まあ、運動量が豊富、そして縦への仕掛けもできるという選手になってきます。まあ、より前にその意識を持っていこうという鈴鹿ポイントゲッターズ。そして今三浦康俊監督が主審の船橋に何か訴えているというシーンがありました。ここで試合は再開されます。うまくトラップする藤島、左に張っていた栗田落として、中里ふわっとしたボール、藤島切り返して左足シュート。このシュートはディフェンスに当たってクロスバーの上、しかしコーナーキックです。今は佐久間さん、はい、トラップしてからの判定も面白かったですね。いや面白かったですね。いい位置に入っていったので、まあ、シュートは入らなかったですけど、ちょっと可能性を感じますね。そしてチャンスが続く鈴鹿ポイントゲッターズ、コーナーキックです。中里のキック、今井を狙っていく、栗田が競りに行く、まだあります。セカンドボール、今井ヘディングつないでシュートは、ここはポストの右でした。2番の進藤のプレー。後半メンバーを変えて、そしてこのベルスパ大分の攻撃、ベルスパのゴールを奪いに行こうという鈴鹿ポイントゲッターズです。ここは注意したい。うまく体を入れました、2番の進藤。佐久間さん、はい、右サイドの、まあ、サイドバックでプレーしていたこともありましたけれども、はい、アーサーの冷静なプレー、どのようにご覧になってますか？いや、今のもやっぱりこう戻ってしっかり守備して、しっかりこう体入れて、はい、まあ、マイボールにする、すごいやっぱりこういいプレーですね。変わった2番の進藤のプレーです。ここは鈴鹿のゴールキック、ボール、そしてスペース前を向いた三宅、三宅キープ、進藤曲がってくる、三宅のシュートか、ブロックされている、まだあります。中里、菊島、縦に入った3番の今井、今井から菊島、少しずれたか。いや、いい対応ですね。20番の中村俊樹です。俊監督からも非常に大きな声が出ました。選手一人倒れているベルスパ大分。ここももうそのまままた担架に運ばれていこうというベルスパの選手です。効果的な縦パスが入るようになってますよね、鈴鹿のところは、うん、前半に比べると、うん、あの後のパスをもうちょっと大事にしたいですね、うん、そしてベルスパ大分はさらに2枚返ってきます。藤本選手、15番の山手朝日、28番の渡辺修斗が投入されました。
いたの17番藤本選手には結構こう起点作られていたので、ここで選手の交代をお知らせします。ベルスター大分17番の藤本、そして13番の吉田に代わって15番の山で28番の渡辺修斗が入っているベルスパ大分です。これでベルスパはここまで4人交代しています。このボールが向こうサイドに流れてベルスパボール、ここは注意したい。前を向かれるシュートは、ここは助かりました。18番の中村誠のプレー、ここでアップしてからの判定シュート。本日の来場者数を発表します。本日の来場者数は2237人です。ご来場いただき誠にありがとうございました。鈴鹿ポイントゲッターズは今日初めてホームの一戦としてここ上野運動公園で試合を行ってますが、今日の観客数は2237人ということです。佐久間さん、はい、かなり多くの人が集まっていますよね。そうですね、この伊賀に2000人も入るというのは本当すごいですね。和田さん、こうした流れというのも女子サッカーにもどんどん響いていくといいですよね。そうですね、いい流れで女子サッカーの方も盛り上げてのためにはね、やっぱくのいちがしっかり結果を出しながら、はい、こう応援されるチームになるっていうことが非常に大事かなと思います。なるほど、男子女子ともにその結果が求められるということになってくるわけですね。はい、そうですね。そしてスローインが続く中でロングスローのある15番の菊島が今ボールに向かっていきました。さあ、菊島のロングスローファーポストまでは飛ぶ自信があると話している菊島。すごいですね。その菊島のロングスローかなり伸びるぞ。ヘディングはこれコーナーキックと同じぐらいのこうチャンスメイクができるっていうね。はい、これはまあ男子ならではですよね。女子ではやっぱりこう見られないプレーなので。ああ、そうか、はい、かなりの飛距離がありました今の菊島のロングスロー。すごいですね。そしてコーナーキック、チャンスが続く鈴鹿。いやー、コーナー決めたいですね。高さのある栗田が動き出す。ファーサイド上田折り返す、まだあります。手間のタッチライン終わります。あ、そしてここも菊島がロングスローを入れようというところ。ファーサイド6番の上田がいる、どこに合わせるか。菊島のロングスロー伸びていく。めっちゃすごいな。混戦になります。思わず解説の2人からすげーという声が飛び出すこの菊島のロングスローです。今季リーグ戦は開幕から全試合フル出場の15番菊島、またもや菊島のロングスロー、今度は低いボール。ここはディフェンス、相手ディフェンスに当たってコーナーキック。いや、ここで決めたいですね。鈴鹿はこれがこの試合5本目のコーナーキックになります。さあ、チャンスが続く鈴鹿。ここら辺で1点、このセットプレーをものにできるか。速いボール中央、向こうサイドでボールが流れます。4番の平井で回収して、おっと、いきます。切り返して前線栗田へ。マイボールにしたいところ、手元の時計で、あーっと、ここで奪われる。1対1になる。ここは決まった。その後まだあります。よく押されました。よく押された鈴鹿ポイントゲッターズ。これは大きい。いやー、でかい。そしてカウンター。さあ、前を向いた。4対4、スルーパス、今井だシュート。ここは阻まれてしまった。かなり展開が
激しくなっています。いや素晴らしい。完全にゴールキーパーと1対1という状況を作られました。その後もディフェンス陣よく戻ってね、ゴールカバー行ってましたね。そうでしたね。粘り強い守備っていうところは大事ですね。こぼれ球に対してもしっかりと寄せてシュートコースを塞ぎに行きました。まあ、その後のカウンターも見どころがありましたけれども、いや決め切りたかったですね。非常に惜しいシーンでした。まあ、明らかにまあ鈴鹿もゴールが近づいています。中村俊、前がかりになっている分一瞬の突きを突かれるっていうところでね、で自分たちのミスもまたね、危険ですね。そしてベルスパは5人目の選手が準備しているという状況です。この一戦は5人まで選手交代が認められています。鈴鹿ボールです。中央10番の薮内、右サイド展開6番の土田が上がってきるベルスパ、中には中村がいる。ここは注意したい。上がりを待って右から崩される、平井出から藤島につながる。ここはコントロールできませんでした。ベルスパ大分5人目の選手交代、10番の薮内健人に代わって9番の山崎が投入されます。ベルスパ大分、薮内健人背番号10に代わる。いや面白い展開になってますね。ベルスパもこれ山崎を入れるということは攻撃の手を緩めないという、一瞬のスピードドリブルが武器の選手です。2点目を取りに行くっていう姿勢ですね。残り10分ですか。そうですね、後半の36分を迎えました。ベルスパは交代カードを全てを使い切りました。一方で鈴鹿ポイントゲッターズはここまで2枚のカード、33番藤島スピードを生かす、中里この辺りは落ち着いていますが非常に激しい当たりになりました。早いリスタート。14番の北野選手が準備してますね。ああそうですね。さあ左から中には3枚入っている鈴鹿。鈴鹿は14番の北野純也が準備をしています。鈴鹿ボールです。折り返して前を向いた、クイッター打てるか、ここは打てませんでした。惜しい。うわ、ビッグチャンスを迎えましたがシュートを打ち切ることはできませんでした。そして今栗田とゴールキーパーがその後少し衝突したという場面でした。鈴鹿はその41番の栗田に代わって14番の北野純也が投入されます。昨シーズン鈴鹿に帰ってきたストライカー、天皇杯1回戦の張りませんで今季初ゴールをマークしている北野です。背番号49に代わり北野純也、背番号14が入ります。那須さん、栗田もよくチャンスを作る場面はありましたよね。そうですね、前半から起点になっていましたし、はい、後半もいい動き見せてくれてました。うん、さあその中でその栗田に代わって14番の北野33歳が投入されています。リーグ初ゴールを狙うこの一戦ということになります。強い、だいぶ押されない。14番の北野のそのプレー、寿司出身三重高校の OB です。北野純也、左サイド、まあ、徐々に時間が少なくなってきている状況。鈴鹿
ワンタッチ、その北野を狙っていこうという上田のパスでした。伊賀市で初開催のホーム戦、その期待に応えられる結果を見せたいと話していた三浦康俊監督。三宅のパス、ここが奪われてしまう。カウンターになるベルスパ、9番の山崎の右足に対して4番平井での対応。落ち着いてましたね。でもいい対応でした。守備の要の両センターバック、4番の平井で20番の中村俊樹、その一角平井でのプレーでした。ただベルスパのコーナーキック、まもなく後半の40分を迎えます。ここは集中しなければならない鈴鹿ポイントゲッターズ。めっちゃ後ろ残ってますね、大分は。ベルスパー上がってきていませんね。選手ペナルティエリア内には4人のみ。セカンド回収するベルスパー。このボールはキーパー池松抑えます。さあ前に急ぎたい。島キープ、平井で前線4人張っている鈴鹿。中には北野もいるというところ。あ、ここはゴールキックです。6番上田の上がりを見せて、上田が上がりを見せていきました。後半の40分が経過している鈴鹿とベルスパ大分の一戦。皆さん、もう鈴鹿の戦い方としては変わりなくそのスペースを狙いに行くということでいいんでしょうか。そうですね、やっぱり、激しいプレー。こう今もこの終了、ね、間際ラスト5分ぐらいですけど追い越す動きっていうところもあるので、はい、やっぱそこの機動力っていうところですよね、うん、蹴るっていうよりも前へ前への機動力でどうにか1点いってほしいですね、はい、先ほどのプレーで5番の本田にイエローカードが提示されています。さあ7番の中里フリーキック、菊島に落とします。最終ライン平井で、向こうから入ってきた中村俊樹、6番の上田落とす。三宅、もう一度中里へ、中里から縦に入れてくる中村俊樹。藤島、中には3番の今井がいる。6番の上田も入ってくる。ここはゴールキックの判定。今のはコーナーじゃないかという訴え。33番の藤島、残り時間が少なくなってきた1点ビハインドの鈴鹿です。2000人を超える観客が集まっているここ上野運動公園競技場。風で伸びてくるボール、なんとか14番の北野がボールを抑えようというところでした。振動のプレー、ここはスローインです。そして鈴鹿ポイントゲッターズは背番号13番のキムテウを
4番の平入に変えて投入します。高さのあるキムを投入しました。パワープレーですね。そうですね、ここで選手の交代をお知らせします。身長184センチのキムを前線に置きました。鈴鹿ポイントゲッターズです。背番号13が入りました。ナイス。そのキムへ。こうなるとまた鈴鹿もね、戦い方変わってきますよね。やっぱりもう高さを生かしていこうというところになってくるわけですね。はい。中里からそのハイボール、キムへ、今井、そしてキムを落とす。北野が追いかける。マイボールにしたい鈴鹿。激しいボールの奪い合い。中里から前線、キムが追いかけていきます。手元の時計で後半の44分が経過しています。まもなく後半のアディショナルタイムを迎えようという鈴鹿と大分の一戦。左サイド、ここは注意したい。切り込まれてくる、シュート、決められてしまった。後半の45分、鈴鹿にとっては痛い追加点、決められてしまいました。いやでもいい突破でしたね。11番代わって入ったトネのそのドリブル突破。まだ6分、アディショナルタイムは6分、アディショナルタイムは6分あります。まだ分かるんですね。まず1点取り返したですね。アディショナルタイムは6分あります。まずは1点、1点ずつね、いってほしいですね。菊島ターンして三宅、クロスを入れる。キムが背に行くか。まだあります。上田、藤島、藤島から中入ってくる。上田、中里、右展開、中には高さのあるキムがいます。ここはクロスを上げさせてもらえない。ラインを割っていたという判定。さあ菊島のロングスローがある。追加点を決められてしまった鈴鹿、まずは1点決めたい。ここもヘディングでクリア。ロングボール、キムを狙っていきます。中には3番の今井もいる鈴鹿。三宅、そして菊島、中村俊樹、島が右サイドに流れてきています。このアテレナさんも硬いですね。ベルスパー、そうですね、しっかり守ってますね。なかなかクロスも上げさせてもらえないっていう状況なので、はい、非常に集中してますね。ベルスパー置いた。キムを狙っていく。このあたりもそのキムに対して競り合いで負けないベルスパのそのプレーです。右サイド、藤島です。中里、ここで奪われる。カウンターになります。9番の山崎は抜けていく。山崎、中村俊樹のディフェンス、かわす、マイナスへ。ここはブロックしました。大分上がらず残ってるので、なかなかこう数的優位作るの難しいですね。そうですね。いやセカンド、もう大分は無理をしません。頑張って、ちょっと押し上げたいですね。ちょっと間延びしてきちゃったかな、鈴鹿が。3バック気味でやってる分ね、
苦しいゲーム展開、2点ビハインド、アディショナルタイムは6分あります。中村俊樹、右に菊島、クロスを入れていく、速いボール、ファーサイドで流れます。藤島、あっと、ここはトラップできませんでした。いやでももうキム選手のボールを集めて、はい、どんどんそのセカンドをどんどん拾ってシュートまで持っていきたいですね。そうですね、このボールがつながってしまう。7番の中里が遅らせています。ただもうベルスパはもう無理をしません。そしてキープしっかり収まりますね、ベルスパの前の交代して入った選手ですね。今のは中村誠ですか。はい、アディショナルタイムの4分が経過しています。ここも徹底してキム、ここ拾えなくなるときついですね。スピードのあるその山崎、山崎がキープして裏のスペース、オフサイドはオフサイドない、中村誠体を寄せていきました。2番の進藤、アディショナルタイムの5分が経過しています。なんとか1点はもぎ取ってほしい。今井セッテ、このボールを奪われま す, ます、ね、そして左サイドへ5番の本田です。ここ拾いたい、ここはそしてキムへ、さあこのボール大事にして人数かけたいですね。藤島から右サイド、まず1点、まもなくアディショナルタイムの6分を迎えます。ディフェンスブロック、ただロングスローがある。さあ菊島のロングスロー、180センチを超えるキムが中央にあります。ここもクリアされる。ここで試合終了のホイッスル、初めて伊賀市の上野運動公園で行われた鈴川ポイントゲッターズのホームゲーム、ベルスパ大分との一戦、0対2鈴川ポイントゲッターズ敗れました。ここ伊賀市でホームゲームで勝ち点3を得ることは叶いませんでした。これで第8節第9節と連敗ということになりました。鈴鹿、改めて解説の佐久間さん、はい、まあ、チャンスを作る場面も何度もあったわけですが、悔しい敗戦になりましたね。いや本当にそうですね、やっぱりこうチャンスは何本かあったので、そこを決めていればっていうところでしたね。はい、そして那須さん、はい、まあ、あの後半、前半とは違ったその戦いが見えていたり、明らかにその攻撃としての形が見えていたりという部分もあっただけにですよね。そうですね、ちょっと追加点がね悔しかったところもありますけど、やっぱりあのいい流れの時間帯になかなか点が取れなかったっていうところ、はい、そして前半のあの早い時間帯での1点が効きましたね、失点がね。あ、そうですね、はい、いやでも攻撃の形も前半より後半少しすごくいいものを見せていただいて、はい、2000人集まってくれた、ね、観客の皆さんは、楽しめたんじゃないかなって、もちろん勝ち試合を、ね、見たかったかなとは思いますけど、はい、まあ、随所にその鈴鹿の面白いサッカーが見えたところも、あったわけですけれども、残念ながら0対2ホームで敗れるという結果となりました鈴鹿ポイントゲッターズです。鈴鹿ポイントゲッターズはこの後6月の1日に天皇杯の2回戦日発三沢球技場で横浜 F マリノスと対戦します。そしてリーグ戦は来月5日に三重ダービーアウェー朝日ガスエナジー東インスタジアムでビアティン三重と対戦ということになります。さらに次のホームゲームですけれども、ホーム戦は12日
三重交通グループスポーツの森鈴鹿で高知ユナイテッド SC と対戦するということになってきます。これからの試合に向けてお二人から一言いただきたいと思います。まずは佐久間さんからお願いします。はい、まあ今日は残念ながら負けてしまったんですけど、やっぱりこの伊賀の地で、試合をして、まあ、見に来てくださったお客さんはすごい楽しかったと思いますし、はい、まあ、ただこの負けを、まあ、次に、まあ、連敗しないようにっていうのはすごい大事なことだと思うので、次また、試合次の試合は勝てるようにまた、準備していってほしいなと思います。はい、続いて那須さん最後にお願いします。はい、悔しい敗戦にはなったと思うんですけど、まあ、ゲームが、ね、どん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 続いていくっていう天皇杯リーグとハードな日程なので、一つ一つ切り替えることが大事かなというふうに思いますので、次に向けてまた進んでいってもらいたいなと思います。はい、この一戦の解説は佐久間小鳥さん、そして那須麻衣子さんでした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は選手インタビューです。ファン、サポーターの皆さん、選手インタビューです。今日は今井大輝選手にお話を伺いたいと思います。今井選手、まずはお疲れ様でした。さあ、今日の試合を振り返っていかがでしたでしょうか。いや、そうですね、あんまりリーグ戦勝ってなくて、まあ、いろいろチームとしても何か変えないといけないっていう意識で1週間取り組んできて、まあそうですね、あんまり結果も変えれず、せっかく新しい会場でこんなに多くの人が見に来てくれたにもかかわらず、まあ、勝利を届けられないのがすごい悔しいです。そんな中でも来週は天皇杯2回戦、敵地に乗り込んでの試合となります。天皇杯に向けて意気込みいかがでしょうか。いや、もう本当に格上とか関係なしに一戦一戦もう全力でやるだけだと思うので、もちろん勝つ気持ちで全力出し切って、まあ、少しでも勝利を届けられるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。では最後に改めて伊賀市のファン、サポーターの皆様に一言お願いいたします。さっきも言いましたけど、初めての会場にもかかわらずこんなにもたくさんの応援の皆さん、応援ありがとうございます。次は必ず勝利を届けたいと思いますので、これからも応援引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。今井大輝選手でした。ご来場の皆さん、ここでハーフタイムに発表できていなかったザラボプレゼンツサポーター賞抽選会、こちらの当選者を発表していきたいと思います。見事名前を呼ばれた方は、ヤマダバーグコラボ T シャツ選手サイン入りをプレゼントです。今日は4名様いらっしゃいます。1人目は林真嗣さん。林真嗣さんです。おめでとうございます。続きまして2人目、落合茂さん。落合茂さんです。おめでとうございます。さあ、続いて3人目、佐藤武さん。佐藤武さんです。おめでとうございます。さあ、そしてラスト4人目、タッチ勝也さんです。おめでとうございます。さあ、お名前を呼ばれた4名の方、試合会場から帰る前に会場外の物販ブースにお越しください。物販ブースで商品と引き換えさせていただきます。物販ブースまでお越しください。さあ、そしてここで落とし物のご案内です。こちらメインスタンドにですね、ティラノサウルスのワッペンが入った帽子の落とし物がございました。
ティラノサウルスのワッペンが入った帽子の落とし物がございました。お心当たりある方はどうぞ総合決定までお越しください。お心当たりあります方は一回総合決定までお越しください。場所は三重交通グループスポーツの森鈴鹿で行われます第24回日本フットボールリーグ第11節鈴鹿ポイントゲッターズ VS 高知ユナイテッド SC となっています。こちらは13時キックオフ予定です。そして6月15日平日 夜7時からこちらも三重交通グループスポーツの森鈴鹿で行われます第24回日本フットボールリーグ第3節鈴鹿ポイントゲッターズ VS クリアソン新宿、こちらの試合も現在行われる予定となっております。平日の夜という時間ではございますが、ぜひ皆さんスポーツの森鈴鹿まで応援にお越しください。